坂田市の連続放火事件で、空き家などに火をつけた罪に問われている元消防団員の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。元元坂田市消防団第1分団の副分団長、多賀和樹被告は、今年5月、坂田市内の空き家や会社事務所など、合わせて3件に火をつけた罪に問われています。 山形地裁鶴岡支部で開かれた初公判で多賀被告はすべて間違いありませんと起訴内容を認めました冒頭陳述で検察側は多賀被告は勤務先の自動車整備会社で使用期間が終了した今年2月以降をミスを繰り返し上司や同僚から叱責されたことや副分団長としての業務にストレスを感じていた こうしたストレス解消のためや消防団員として活動することで、同僚や家族から評価されたいという考えから犯行に及んだと指摘しました。酒田市では4月下旬以降、他にも不審火が相次いでいて、検察は今月中に1件を追起訴する方針です。次回の後半は来月30日に開かれます。